おはようございます。あ、おはよう。今日は急遽お台場に呼び出してすみません。今日は2人にあちらに見えるお台場大観覧車に乗っていただきます。あれやな、全部東京のここにあるやつやな。そう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 。2人はちなみに観覧車乗ったことありますか？いや、1回もないわ。なんかあんまりその記憶にないんだよね。観覧車ってさ、なんかクルクルクルって回るよな。死ぬ、上の方で。あのね、そんな回ったら死ぬよ。それが怖い。でかいな、これ。高所恐怖症。ちょっとでも結構足とか結構すくんじゃったりとか。あ、ほんま。これ分からへん。東京タワーの上のガラスで渡るとかあるやん、東京タワー。あ、ちょっと待って、渡れとか。あれ番組であそこ渡ってって言って言われて30分粘ったけど、うん、結局渡らんかった。あ、じゃあもう恐怖症やな。怖いやん、パッて抜けたりしたらな。まあでもこういうのやったらなんか安全そうやし、平和そうに回ってる。今見えてるからそう言えるんやろ。これ実際乗ったら絶対そんな。でも寒いんで早速行きましょう。もう行くか。あそこ、これアリクイモで服務像は公認のあるため立ち入り禁止としており、見て、せっかく建てたのに、うん、なんか熱があるから火傷するかもしれへんから立ち入り禁止になってもたねって。かわいそう。ちょっと怖ない？あれちょっと無理かも。無理。あ、でもこういうのやったらなんか安全そうやし、こういうのやつは無理。アレちゃんがおしっこ漏らしたため、うん、漏らしたためっていうか漏れそうになる寸前で走っていった。アレちゃんはおトイレ。あんた先行ってな。いやだ、なんで私その先に。あ、どうぞ行ったらちゃう。右？え、ちょっと待って、どこに行くの？なんか2つあるけど。ちょっと待って、なんでシースルーなの？なんでお前もシースルーに普通に乗って込んでんの？下着と一緒やから。何？下着？私の下着シースルーじゃねえし。違うし。怖くなってきた。どうですか、心境は？なんか風強くない？今日は風が強いみたいで、よく揺れるみたいです。ちょっと待って、どういうこと？それ回るってこと？回りはしない。なんかな、15メートルで運休やねんけど、うん、今日は11メートル吹いてるらしい。え？ごめん。ちょっと待って。あ、ちょっと怖いかもな、これ。今はほら、まだここやからさ、うん。え、ちょっとやっぱ降りていい？あかんよ。ちょっと待って、私はもう無理かもしんない。無理かもしんない。涙が出てきたんだけど。15分やから、ちょっと。15分なの？16分。目つぶってていい？16分。これな、1900何年か知らんけど、できた当初は世界で一番大きい観覧車っていうことで。そうなの？登録されとったみたいや。え、ちょっと怖いな。ちょっと待って、ちょっと待って。まだ全然上がってないんで。あのさ、なんか目つぶってていい？いやー、来たね、そこの登るとこ。いや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 。話をする予定だったんだけど、何やろう。あ、これどこか捕まるとこないの？私あんたに捕まってるから。脇汗すごいことになってんねんけど今。よかったよ。持つとこないの、どっか。いやー、怖いよー。無理無理。いやー、無理無理無理、マジ無理なんですけど。いや
本当。いや俺も見てほらもうびちょびちょ。ああ。いやもう。デートでこれ乗ろうって好きな人に言われたらどうする？やっぱ無理って今分かった。え、あのビンタする。今のところ。間もなく115m。もう一番上に来たんじゃないこれ？あ、そうかも。本当だ。一番上か。で見てでも素敵な話。あそこにちょっとハートが。ああ。どこ？本当だ本当だ。屋根に。あれが夜光るんやろ多分。可愛いねっていう会話をするってこと。そう。これもしも。もしもやで上で震度7の地震が来て止まるやん。やばい止まる。でもバッバッバッってそれも怖いけど。トイレも行けないし。うんこここにするってなった時にシースルーやから。みんなにうんこ見られる嫌じゃないかなり。もうだから私たちだけじゃない。みんなにうんこ見られる。あっちやったらまださ隠れれるけどこっちどう隠れても真下から自分のうんこ見られる。それがもうな恐ろしくてありやし。よかった、着いた、戻ってきましたよ。もう床が見え、ここでももう大丈夫。もう安心で。え、あれやな。余裕やったな。嘘つけ。余裕やった、意外と大丈夫やった。こんなもんかっていう感想よ。怖いよ。はぁ、お疲れ様でした。お疲れ様さ、落ち着いた。やっぱ、足がついてんの。素晴らしいことよ。地上の星よ、ここは。地上の星。でもな、すごい情報聞いてん。何？この観覧車あるやん、お台場の、うん、ほんで、観覧車だけじゃなくて ZEP 東京とかヴィーナスフォートとかここら辺のやつ全部さ、夏になくなんねんて。え、なくなるって言ってたね、思い出の木が。観覧車なくなるって結構でかいやん。すごいことじゃない？これ全部再開発やって。は、新しいのに、なんかなあ、なんもなあ、開発せんでええのにな。それがショック。まあ最後にね、来れてよかった。え、そうそう、だからまだ行けてない人が行ったらいいわ。確かに、早いうちにマジで知らない間にしまっちゃうってこと。自分らが乗ってたやつさ、あるやん、あのシースルーのやつ、うん、あれの方が揺れてない？他のやつより。あれほら、俺らが乗ってるやつだけ揺れてないめっちゃ。うん、確かに。ほら見て、あれ